はい。皆さん、こんにちは。ワンダリグルビジです。では、今回は、提督の決断法、パワーアップキット TS 版、続きをプレイしていきたいと思います。まあ、空母禁止ということで、空母を使わずに攻略を進めていこうということで、オーストラリアまで攻略が進んでいます。画面、赤色になっているところが、今回プレイ担当している日本軍の占領地域になっていて、オーストラリアまで攻略完了。一方、西側はですね、シンガポール、攻略しています。ここから本格的にですね、青いエリア、つまり米軍になるんですけども、アメリカ軍とのね、戦いを本格化していきたいというふうに思っています。で、その手始めなんですけども、攻略の目標をですね、まずはこちら、南太平洋に絞ってですね、攻略を進めていきましょう。で、南太平洋を攻略した後はですね、もちろんハワイ攻略になると思うんですけども、その前哨戦として、ミッドウェーだったり、中部太平洋だったり、まあ、このあたりもね、しっかり攻略進めていければいいかな。まあ、そのように考えています。では、まず内政からやっていきましょう。諜報活動ですね。これは、まあ、ハワイはね、絶対入れておきたいなと思います。お金がね、十分にはないんですけども、ここはお金は惜しまずにいきましょう。技術投資ですが、薄く入れていきます。本当だったらね、ドカッと入れてあげたいんですけど、お金が実は結構苦しくなってきてますね。物資援助はドイツに、そうだな、余ってる石油でも送りましょうか。何か見返りね、来ればいいですけどね、稀に石油を送って石油が返ってくるっていうね、笑い話にもならないようなことが起きるんですけど、まあ、ここは入れておきましょう。で、今3式弾の開発進めている新兵器開発ですが、他ちょっとお金がね、足りないというのはあるんですけど、ここはしっかり開発は進めていきましょう。では一旦このまま進めちゃいます。で、この先の話を少ししておくとですね、まあ、空母が使えない、使わないという制約のもとでプレイをしていますので、敵の航空機に一方的に殴られる展開が、まあ、今後予想されますと。いう中で、どうやって艦隊を敵の航空機から守るかというところなんですけども、まあ、やっぱりですね、一番いいのは、空母を使って直縁機で艦隊の上空を守るというのがいいんですけど、それができないので、新しくですね、防空艦をしっかり作って、敵の航空機を撃ち落としていくっていうね、そういう種別の艦艇も作っていかなきゃいけないかなというふうに思っています。なので、そういう設計も入れていきましょう。では、早速設計します。駆逐艦か軽巡かで少し悩んだんですけども、一旦軽巡にします。で、まあ、どんな艦艇でも、まあ、形なんでもいいんですけども、まあ、新規設計からですね、入れていきましょう。ベースは、そうだな、あんまりお金かかりたくないっていうのはあるので、主砲は乗せずに行きますか。魚雷は一応乗せましょう。魚雷は、まあ、2連装、いや、3連装かな。もうこの連装っていうのは、何発同時に打ち出すかっていうふうにね、考えてもらえれば、一番わかりやすいかなと思います。で、爆雷。これも一応装備はしておきましょう。潜水艦をね、攻撃するためのものです。で、対空装備。これよ。まあ、2連装。一旦ね、ちょっと多めに積んでみます。機銃は、それこそマックス値80で設計するとどうなる？こういう状態か。ちょっと建造鉄鋼の上限的に厳しいものになってるね。で、さらに、航空機も積んでとかってなると厳しいよね。最大速度も26は欲しいよなとなると、今度はね、走行がザルになるっていうところになるので、まあ、バランスを見る必要がやっぱりありますね。魚雷は、いっそ、防空艦なので単装、いや、2連装を2機にしますか。これでも全然足りないですけどね。降格砲。まあ、機銃を減らすしかないか、そうすると。機銃を。まあ、30門ぐらいは欲しいよね、30機。これでちょっと考えましょうか。
ちょっとベースをですね、現像鉄鋼1256乗せられるものに変えました。まあ、900台だと本当に苦しいなっていう状態だったので、まあ、手法はなしで、魚雷は4連装10機になってますけど、これ3連装、6機ぐらいにちょっと減らして、で爆雷も装備したままですね。で対空砲、これが2連装8門で、機銃を、まあ、20、もうちょっと欲しいかな、40ぐらいは欲しいですよね。で、もういっそのこと乗せない。偵察機はね。で、26ノット。まあ、これは戦艦に速度を合わせてというところですね。で、防御はデフォルトでいきます。これで設計を完了しましょう。なんで、まあ、対空防御をするためのものですね。では、まあ、仮に防空艦1という命名にして、これで2週間後に建造可能になりますので、艦隊の防衛、まあ、防空のためにですね、この防空艦1を、少し数増やしていこうかなと思います。ではまた内政をやって、オーストラリアから南太平洋に攻略を進めていきます。また石油をドイツに5000ほど送っておきましょう。まあ、だいぶね、その、石油カツカツだった時代を乗り越えた感じはありますから、このカツカツの時代を超えて、余裕があるときに、しっかりドイツにね、石油の押し売りをしておきましょう。では、艦隊を動かします。今、オーストラリアに駐留している部隊をですね、一気に南太平洋まで進めましょう。で、艦隊は次、3号海に入って、そのまま中部太平洋に進んでもらいます。戦艦ですね、第1、第2艦隊、中心とした艦隊。で、あと、守りの方なんですが、マラッカ海峡の方ですね、飛行場完成してますので、ここにですね、一部航空機配備してあります。航空機のね、数が十分にないんですけども、これは、航空機がね、揃ってきたら、今、第一飛行場にしか航空機配備してないんですが、第3と、残りの飛行場にも航空機を配備していこうと思っています。じゃあ航空機今どこにいっぱい乗せてるのっていうところなんですけど、前線じゃないところから航空機引き上げてまして、対アメリカ軍の最前線になっている海域、まあ隣接しているところって言った方がいいかな。そこに航空機を重点的に集中配備してありますので、もしアメリカ軍がね、侵入してきた場合には、駐留艦隊と基地航空隊。これで迎撃を図っていきたいと思います。では、輸送船を作って、3号海に突撃していきます。では、3号海の方ですが、まず第1艦隊ですね。戦艦ヤマト、ナガト。まあ、ナガトが勝破してますが、これ、強行します。続いて第2艦隊。ここは戦艦、山城、まあ、不走、春菜と。うち2つがね、勝破してますが、これも強行します。そして、第9艦隊。これは従順中心の艦隊ですね。これを投入していきましょう。で、いつものように夜明けですね。敵の航空機が飛べない夜、出撃を行って一気に敵の飛行場で敵の艦隊が入っているかどうか、今回もねスパイ情報を上げてきていないので、敵の艦隊がいるようであれば状況を見て艦隊の攻撃なのか、それとも基地の攻撃を続行するのか判断していきたいというふうに思います。では回線していきます。では、夜になりますけども、敵の飛行場の位置はね、もうプレイをしすぎてて場所は分かってしまってるんですけども、マップの左側にありますね。ここに第1艦隊向けます。第2艦隊は、マップの、まあ、左に向かうんですが、第1艦隊と被らないように気をつけましょう。第9艦隊はマップの中央付近まで進出します。艦隊がね、重なるともう団子状態になって、収集がつかなくなることがあるので、ね、そこは注意をしっかり払っていきたいと思います。あとはですね、今、艦砲射撃でね、ひたすら敵の飛行場を言ってみれば殴り続けるっていう戦い方中心になっているんですけども、揚陸艦を6隻ほど作ってますので、この先アメリカ軍と戦うときにはですね、揚陸艦をうまく使って敵の飛行場を破壊ではなくて、占領っていうね、形をとっていくことによって、まあ、防衛がしやすくなる。まあ、つまり敵の飛行場を占領すれば、次のターンで、我々が飛行場をすぐに使える状態になるので、まあ、そういったこともね、少し意識してですね、
プレイの方はできればいいかなというふうに思っています。ではこのままこの3号回は殴るしかないので殴っていきます。第一艦隊、今画面映してますけども、ヤマト、ナガトから艦砲射撃始まってます。これ敵の飛行場発見してますね。このまま敵の飛行場に横付けしちゃいましょう。で、第二艦隊はというと、まあ、島を挟んで、マップでいう奥側からですね、艦砲射撃を行います。第九艦隊は、一旦、マップ中央付近で敵の艦隊出現に備えます。まあ、こういうところでね、揚陸艦、まあ、強襲上陸をかける部隊がいれば、破壊ではなくて、占領っていうね、選択肢が新たに生まれるというところですね。まあ、今回はね、揚陸艦連れてませんので、このまま殴り続けます。でちょっと画面暗いんですけどね、マップの奥の方からも艦砲射撃始まってまして、これが第2艦隊ですね。第2艦隊も艦砲射撃始まっています。でここも敵の艦隊今のところ発見していませんのでいなそうですね。このまま一方的に殴っていきましょう。はい、まあ特にね、ダメージ受けることも少なく3号回は攻略しています。まあ、アメリカ軍との艦隊戦はね、マラッカ海峡シンガポールで、空母ヨークサンを撃沈して以来遭遇していないので怖さはありますけどね、戦艦が勝破している程度なので、このまま進撃を進めて、南太平洋攻略しちゃいましょう。はい。月をまたいだので予算が少しもらえています。まあ、ただ、今回のね、作戦目標である、南太平洋、ここまでは一気に攻略をね、進めていきたいと思いますので、第1艦隊、第2艦隊、第9艦隊と、3個艦隊を投入して、一気に、南太平洋攻略しちゃいましょう。まあ、スパイも今更感はありますけど、送れるタイミングがあればね、送っておきたいなと思います。物資の援助は同じ石油をひたすらにドイツに送って見返りをもらっていきます。技術投資もね、薄めにはなりますが、今回はお金をもらったばかりなので、その中でも少し贅沢をしていきましょう。あとは輸送船を作って、オーストラリアに優先配備。本当はね、飛行場を作ったので、飛行場に配備する航空戦力ですね。これをね、ちょっと用意したかったんですが、まあ、今回はね、まあ、残念ですけど、お金が切れてしまったというところですね。まあ、輸送船を配備しているので、お金がね、ちょっとずつ溜まってくることを期待しましょう。では続けて南太平洋攻略戦行っていきます。はい、その前にですね、マリアナ沖に敵が侵攻してきたということなので、マリアナ沖海戦ということで戦っていきましょう。我々の駐留艦隊第11艦隊ですね。まあ従順4隻なので、まあ、火力はそれなりに出るんですけど1個しか艦隊がいないので、まあ、ここは航空戦力をうまく使ってですね、守りきれればいいかなというふうに思っています。敵のね、進行してくる時間が昼なのか夜なのか、昼だったら航空戦力を使って、敵のね、艦隊を叩ける。まあ、基地航空隊は使えますから、そういう戦い方もできるし、夜だと、しのいでしのいで夜明けを待つというね、戦い方になるかと思います。これは日の出なので昼間だな。とりあえず艦隊はこの位置で固定。まず敵の艦隊の位置を探っていきましょう。うわ、いきなり敵の艦隊いるな。なんか撃たれてるもんね。雨が降ってるんだな。この辺りに敵の艦隊がいそうですね。とりあえず、そうだな。第一艦隊。うん、第11艦隊。向かわせましょうか。飛行場が一方的に殴られていくのはあまりね、いい状態ではないので、第一飛行場が敵の砲撃を受けていると
という状況ですね。敵の艦隊発見。2個艦隊入ってるな。まずここに1個艦隊いますね。雨が止んだ。止んだら即座に艦隊を送りたい。ここにも艦隊いるね。ちょっと待ってね。このまま行くと第11艦隊が変な向きで当たるな。少し下げましょう。第1飛行場から。そして第2飛行場からも。基地の攻撃は行っておきます。すでに第11艦隊が敵の艦隊に捕捉されてるな。あんまりいい状況じゃないので、これは迎え撃ちに行きますか。雨が降ってるタイミングっていうのがまた良くないですよね。依然として雨が降り続いている状態が続いているんですけども、敵の艦隊には艦隊で今立ち向かってる状態ですね。第11艦隊が奮戦してくれてます。まあ、ただ、駆逐艦遺跡を失って、従順、青葉がね、中破大破しているというところですね。ここは第11艦隊で水雷戦を挑んでいきましょう。ここまで来ると、もうね、飛行場をあまり頼りにできるような状況ではないので、水雷戦で敵の艦隊にね、ダメージを与えていきます。ようやく飛行場が使えるな。雨が止みましたね。初めてじゃないかな。雨が止んだ状態で航空機による攻撃ができるの。となると、第11艦隊は戦場離脱します。あとは、航空戦力に任せましょう。今、第1飛行場から次々に爆撃、攻撃が発艦していってます。これらがね、しっかり敵の艦隊を爆撃してくれれば、急降下。まあ、数はねかなり多く配備しているので、あとは敵の艦隊をね、航空隊で削っていくと。今ちょうど殺到してますね。ここでちょっとまた雨が降ってきてしまったので、航空隊がね引き上げていって、夜、長い長い夜が来そうだなというところですね。はい、また今ちょっと夜になってしまったので、飛行場がね一方的に殴られる状態になってますね。おそらく夜の間に第一飛行場、今画面中央に映しているこの第一飛行場は失われるかなと思います。第二飛行場が持つかどうか、ちょっと微妙ですね。第11艦隊は敵の後ろをつくために今北上を開始してます。ただだいぶ打ち減らされてしまって4隻体制になっているんで、まあ、これをね夜なんとかしのいで昼間になったら飛行場、まあ、第二飛行場だけになると思うんですけども、第二飛行場のね、航空戦力で敵を撃退していくという段取りを考えています。今第11艦隊がね敵の後ろに回り込んで、水雷戦を挑んでますね。なんとか魚雷をね、ぶち込んで敵を少しでも数減らしておきたいなというところですね。敵の駆逐艦撃沈に成功。まあ、残りもちょっとずつでもいいので減らしておきましょう。ここに敵の艦隊団子になってるんで、ここに魚雷をね、何個か打ち込んでいきたいなというとこですよね。今画面の奥から戻ってきている形、迫ってきている形なのが、味方の第11艦隊ですね。攻撃しながら戻ってきていて、この後駆逐艦が3隻続くので、駆逐艦が魚雷を撃ってくれて、何隻か仕留められればいいかなというふうに思ってます。今ちょうど夜中の12時、まだ日没から6時間、夜明けまで6時間というところですね。さ、魚雷をね撃ってもらって仕留めてほしいという局面ですね。ちょうど敵の後ろをね航行できているので、今すごくいい形で戦えているんですけど、ま、数がやっぱり少ないんでね、あんまり無茶はできないというところはありますね。では往復していきます。後ろから敵の後ろをね攻撃していくという形で、敵の駆逐艦が多いと思うんですけどね、後ろ完備
攻撃加えて撃沈していきましょう。敵の駆逐艦を撃沈。魚雷も撃ってくれてるね。ちょうど今ね、魚雷が敵の艦列の方に向かって行ってるところをね、カメラで追ってってますね。まあ残念ながらすり抜けちゃいましたけど、もうこういう形で確実にね、数を削っていきましょう。ここもね、今ちょうど魚雷が敵の艦隊に向かっていってるっていうね、まあ、魚雷は当たるとやっぱ強力ですからね。夜明けまでなんとか持ちこたえてほしいなというところですが、駆逐艦1隻撃沈されてますので、ちょっと危なくなってきたので、また戦闘域から離脱していきます。さあ、艦隊もダメージ出てるし、飛行場ももう破壊される寸前なんですが、どうだろうな、1回ぐらい航空攻撃加えてほしいけど、第2飛行場の方が先に潰れそうですね。で、また雨が降ってるっていうね、あんまり良くない状態ですね。飛行場壊滅。第2飛行場が破壊されて、今第1飛行場に敵のターゲットが変わっていますが、第1飛行場もご覧のように、虫の息というところなので、まあ、あとはもう第11艦隊が逃げ切るしかないかな。今画面の奥に見えているのが第1飛行場で、そこに向けてアメリカ軍のね、まあ艦隊が攻撃を加えているという、まあそういう絵面になっています。雨は止んだので、そろそろ、味方のね、基地航空隊が攻撃を開始してくれればなというところなんですけど、本当に厳しいのが、もう飛行場が虫の息ですね。なんとか敵の大型艦をね、沈めてもらって、艦砲射撃の力を削いでほしいなと。第11艦隊はもう虫の息なんで、マップの右上に退避させてあります。はい、2つの飛行場を失って、艦隊も大損害ですが、逃げ切りですね。このマリアナは守ったと。まあ、守ったと言えるのかというのはありますけど、なんとか海域は保持したという状況ですね。アメリカ軍第2艦隊、第3艦隊投入してきてまして、ご覧のように艦隊にダメージは与えています。が、我々の方の方がより甚大ですね。航空戦力はそのほとんどを喪失しています。どうだろうな、これ、200機近く航空機を失っていると思いますね。補充するのにも時間がかかるので、マリアナどうするか本当に考えもんだな。では気を取り直して南太平洋、ここの攻略進めていきます。前回と同じ、第1、第2、そして第9艦隊、突入させていきます。マリアナ沖がすごく心配なんですけど、まあ、そればっかり言っててもしょうがないですからね。敵の艦隊が出てくるかどうかわからないので、日没に出撃してですね、夜のうちにできれば飛行場を破壊して、敵の艦隊が出てくればですね、敵の艦隊も叩いておきたいなというふうに思います。で、今回もね、スパイ入っていないんですけども、マップの中央に敵の飛行場ありますので、まあ、その敵の飛行場をね、目指して全艦隊、進軍していきます。また、各艦隊が団子状態にならないようにだけね、できるだけ配慮をしながら、それでも迅速にですね、進めていきましょう。了解。敵の艦隊発見した場合は状況を見てですね、艦隊の攻撃、艦隊制に入るのか、それとも基地攻撃を優先するのか、このあたりは見極めていきたいと思います。敵の艦隊いそうですね。攻撃を食らってるということは敵の艦隊いますね。敵の艦隊と遭遇戦か。今、第一艦隊戦艦ヤマト、長門の艦隊が敵の艦隊発見してます。アメリカ軍第8艦隊になりますね。
これ砲撃戦で仕留めつつ、すれ違いざまに敵の艦隊仕留めていきましょう。で、第9艦隊だけ迂回させて、敵の飛行場に向かいます。今艦隊戦に入っています。画面手前から奥に向かって進軍しているのが第1艦隊。第9艦隊も艦隊戦に入るな。かなり大規模な艦隊ですね、アメリカ軍もね、ここにいるのは。そうなると第2艦隊で敵の飛行場の攻撃に専念しましょう。第1、第9艦隊が敵の艦隊を叩く。今、操作対象になっている第9艦隊、ごめんなさい、第2艦隊、これだけ敵の飛行場攻撃に移ります。第2艦隊だけ敵の飛行場。できるだけね、夜のうちに艦隊潰しておきたいですからね。今第9艦隊がね、敵の艦隊に攻撃を仕掛けてます。ちょうどいい感じで第1艦隊と第9艦隊で挟む形になってるので、これすごくいい形ですね。画面手前が第9艦隊、画面奥が第1艦隊で、その間にいた敵の艦隊を壊滅させています。ただ敵の艦隊さらにいるな。これ第9艦隊うまく操船して敵の艦隊とまた第1艦隊でね、攻撃できる体制を取っていきましょうか。敵の艦隊をね、ここで完全に壊滅させることができれば、この先の戦いがすごく楽になるので、ここは思い切って敵の艦隊をね、潰しに行きましょう。さあ今敵の艦隊に戦艦長と大和が突入しているという状態です。このまま、敵のね、魚雷攻撃を受ける中に突進していくのは危険なんですけど、もう団子状態になってしまいましたので、ここは第9艦隊の雷撃攻撃もうまく活用しながらですね、敵の艦隊を壊滅させていきましょう。今画面の中央に敵の艦隊を映してます。ここに今ね、ちらっと長門が映ってますけども、艦隊戦を挑んでいるという状態ですね。数の上でもですね、今第2艦隊第9艦隊も突入してきている状態なので、このまま行けばですね、敵の艦隊飛行場ともにね、削り取れるかなというふうに思います。敵の飛行場は壊滅させた。であれば第2艦隊も敵の艦隊、これの壊滅に向かいましょう。マリアナ沖ではね、まあ、海域は守ったものの事実上の大敗という状況だったので、ここはね、借りを返しに行きます。今敵の艦隊の追撃戦に入ってますね。画面奥、逃げる敵の艦隊を追っているという状態です。これを撃沈。味方の損害も出てますが、敵の艦隊そして飛行場ともに潰しています。戦果確認していきましょう。でまず我々の方ですが、第9艦隊から従順1隻失ってますね。2隻かな、失ってますね。さらにクルーザーも1隻失っています。3隻失いましたか。一方アメリカ軍の方は第4、第8艦隊、完全に壊滅させています。戦艦2隻を含む第4、第8艦隊、これを壊滅。敵の飛行場も壊滅。よってこの南太平洋が我々のもとに帰順するという状態になりました。マリアナ沖でね、ちょっと不利があったので、まあマリアナ沖をどう守るかというのはあるんですけども、まずはね、上場かなというところで、まあ、ハワイ、ミッドウェイ、これらのね、重要海域攻略の準備を進めていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。